健康ブームとは健康な状態を維持したい。今よりさらに健康になりたいと各種の健康関連商品、サービスに走る現象のこと。日本において近年では社会全体の高齢化や戦場的なマスメディア内容、インターネット等の媒体による情報型によりますます強くなる傾向にある。古くからたくさん働けばお金が多く手に入り幸せになれるや、 たくさん働くためには健康でなければならないという価値観のもと健康に対する信仰は存在していたものの特に現代社会では様々な産業分野でこれらの不安を煽りつつ自社製品やサービスを宣伝する業者も多いことからさらに加速しやすい背景があるそのため現代において健康は何かを達成するための手段ではなく 健康自体が目的となっている傾向も見出され、この健康になるための手段に対する反社会的な流行現象を指して健康ブームと表現される。対象は健康食品、ポリフェノールビタミンやアミノ酸など、サプリメントミネラルウォーター、ダイエットグッズ、健康グッズスポーツジョギングウォーキング、温泉ブーム等、様々ある。マスメディアで健康関連の情報が扱われる場合、 専門家にお墨付きをもらったり、学会で発表された説であるという点がしきりに強調される。しかし、専門家と名乗る人物の博士号が、リプロマミルからの学位であったり、あるいは、所定の学業を収めて獲得された本物の、博士号を持つが関係ない分野の博士号で、専門外の分野に口を出しているだけというものも見られる。他方では、 学会で発表された学説と言いつつ、ただ独自の理論として発表しただけで、何の追試も検証もされていない、単なる仮説であったり、甚だしい場合は、その仮説を主張する本人内視関係者が立ち上げた、名ばかりの学会に過ぎないことさえある。バイブルボンの問題のように、ある健康法に対する宣伝のための媒体としての書籍も数多い。また、 市場に止めどなく投入される健康商品であるが必ずしもそれが健康に寄与するわけではない。時には逆に健康を害することもあることが近年の中国製ダイエット茶による死亡事故などを通じて知れ渡り大きな社会問題に発展するケースも見出される。日本においては過去に幾度となく健康ブームの陰で様々な問題が発生しており、その都度 過度な健康振法に警鐘が鳴らされることがある。だが、その問題が忘れ去られる間もなく、新しい健康法が流行るのが常である。1970年代に流行した健康器具で、直径30センチメートルほどの丸い板状の踏み板。手すり等に捕まった状態でこの板に乗り、腰をひねることで運動になるとしていたが、前後して、ウエストのくびれが顕著な女性が、 魅力的だとする社会的風潮により、無気になって運動する人が出始め、中には、超年転を起こしたり、腰痛を痛める人が出始めた。登場当初には、散々持ち上げたマスコミが、こぞって危険性を上げる頃には、ブームも廃れ、市場から姿を消した。ジョギングは、比較的古くから、ある健康法だが、一部では、無理して走れば、 より健康になれるという間違った考え方から、熱中症に陥ったり、足を疲労骨折したり、呼吸器疾患や循環器系の疾患を悪化させる事例は後を絶たない。また日中は忙しいからと、黄昏時から深夜にかけて出歩く人も増えたが、防犯や交通安全の面で若干問題がある人もおり、これらに対する配慮も求められている。警察庁では、夜間の散歩、 ウォーキングを含む徒歩での外出に際しては、明るい色の上着を着ることや、反射材を着用することを勧めている。美容と健康のために、接触制限を行い、過度のカロリー摂取を控えようというものだが、このダイエットに絡んで、健康を害したり栄養失調で美容面で悪影響が出たりすることもしばしばである。中には、偏った食生活を推奨するダイエット法によって、 栄養失調になることもある。ポリフェノールは抗酸化作用が知られるにつれ、それらを多く含むチョコレートやココアなどのカカオ由来食品が注目された。しかしカカオにはカカオ油脂も多く含まれ、またカカオが本来は苦いために砂糖がふんだんに用いられているため、当然ながらチョコレートはカロリーが非常に高い。市販のココア飲料も同様なことが多い。 脂質や糖分の過剰摂取により、高脂血症や糖尿病の悪化を招くなどの問題もあり、大橋巨泉など著名人の中にもブーム当時にココアを飲みすぎ医師に注意を受けたものも出ている。またこのポリフェノールは赤ワインにも多く含まれているが、1997年頃赤ワイン中のポリフェノールに抗酸化作用、動脈硬化防止の効用があると話題になり、 ワインの飲みすぎでアルコール中毒に陥る事例も上がっている。甘めしば甘めしばは、東南アジア原産の植物で加熱調理して食べることで、典型的な日本人の食生活では、不足しがちなビタミン類や鉄分、カルシウムが取れる食品として、また母乳が出やすくなるという効果も知られている。しかし未加熱の甘めしばを食べた場合に、パパベリンの副作用によると考えられる。 呼吸器疾患の誘発内視悪化の危険性が指摘されており、台湾では200から300名が発症、9名が死亡する等の問題も出ている。2003年8月には日本でも健康被害を受ける報告が寄せられ、厚生労働省では注意を呼びかけている。エフェドラは本来は漢方薬として呼吸器疾患の治療に用いられた魔王の薬効成分で エフェドリン由来のものである。1980年代頃より、興奮作用によって消費カロリー量を増やす効果が知られるにつれ、ダイエット薬として、米国を中心に流行し始めた。しかしこれらを服用して運動することにより、熱中症で死亡する例は後を絶たず、2004年1月には、米国食品医薬局が販売禁止を決定する事態に至っている。なお、 厚生労働省からも勧告が出ている。マイナスイオンについて2003年に国民生活センターが調査を行ったが、消費者の中からは効果とされるものが実感できないなどの相談が寄せられている一方、有識者のうちからもマイナスイオンと人体への因果関係は十分に究明されていないので検証は困難などの指摘もあり、マイナスイオンの効能に関して有益性を認める。 研究論文も多々ある一方で製品としては効果を検証せずに製造しているものも見られるなど不確かなマイナスイオンは健康にいいといったイメージだけが一人歩きしている面も存在するこの問題に関して国民生活センター側では効果を謳うのであれば検証して正確な情報を消費者に提供する 発生量を表示するのであれば、根拠を含め情報を分かりやすく開示する必要があるとする要望を発している。ザクロにエストロゲンは含まれていない。血流改善効果、美容効果や抗がん作用効能、水臓機能改善などの効果もない。大橋巨泉公式サイト国民生活センター。マイナスイオンを歌った商品の実態。消費者及び事業者へのアンケート。 学識経験者の意見を踏まえて、2007年8月27日閲覧、ありがとうございます。